岡県神田町の港に停泊していた作業船で爆発が起き、7人が負傷しました。少なくとも3人が重傷だということです。爆発があった船の上では現在警察や消防が現場を調べています。警察や消防などによりますと、今日午前9時半過ぎ、神田町松原町で船が爆発し負傷者がいると通報がありました。地響きがするような、花火の一番大きいような、音、あんな感じの音ですね。ドーンっていう。1回だけですか？1回だけですね、はい。爆発が起きたのは UBE 三菱セメント九州工場に隣接する港です。この爆発で従業員7人を搬送、そのうち少なくとも3人が重度の火傷を負っているということです。中央に映っているこちら、砂のようなものが見えます。第7管区海上保安本部などによりますと、船にはセメントの原料が乗っていて、船のハッチを開けた際に爆発したとみられています。